どうしよっか、枠組み。土でやる？普通に。いいんじゃね？木でなんかやって。木でいい？わあ、もう三日から鼻めっちゃムズムズする。花粉症なのかな？絶対花粉症だよ、それ。違います。絶対違います。絶対違います。いや、もう認めちゃったら終わりなんよ。認めろ、認めろ。だってさー、なんか耳鼻科とかいっぱい行かなきゃいけなくなるじゃないですか。いや、でも今さ、市販薬でも全然効くよ。本当？あ、まあ、それはね、お噂は金がねだけど。なんかいっぱいあるよ、良いのが。そうなんですね。はい。だから怖くないよ。花粉症になっても怖くないよ。いやだな。でもなんか去年ぐらいに、あれ花粉症じゃねみたいな時があって、はいはいはい、その時もう目が痒すぎて腫れたのよ。そのレベルになった時はさすがに花粉症の目薬買ったね。じゃあ花粉症じゃん。いや、その時まだちょっと私ね、魔界にいたんで、その時に魔界ね、うん、魔界にいたんで、はいはい、その時にね、他のものがね、何ですか、何笑ってるんですか。あ、いや、物たちがね、花粉症の人結構いるんよ、はい、が余らしてた錠剤勝手にもらって飲んだ時、やたらなんか一発で痒みだったりムズムズする感じだったり引いたなとは思ったけど、まあでもじゃあだよ。もうでも認めちゃったらよ、それを受け入れて生きなきゃいけなくなるじゃん。いいじゃん。やだよ、辛いぞ絶対。カロシュル休みなしかさん、ありがとうございます。花粉症は認めて薬飲んだ方が楽よ。医療用と同成分プラス1日1回で済む OTC もたくさんあるので、ぜひ認めるか。